こんにちは、皆さん、長谷川隆です。靖国神社に参拝しましょう。皆さん、千代田区九段北にある靖国神社に参拝しましょう。私たち日本国のために一命を捧げられた方々を慰霊顕彰しましょう。先の大戦では多くの国民が兵士となり、多くの若者が国のため、郷土のため、家族のためと己に言い聞かせ出征したのです。この時靖国で会うことを約束し出征したのです。死者との約束を取り消すことはできないのです。皆さん、靖国神社に参拝しましょう。皆さん、千代田区九段北にある靖国神社に参拝しましょう。私たち日本国のために一命を捧げられた方々を慰霊顕彰しましょう。